ドレスお願いします。いただきましょう。ありがとうございます。ありがとうございますね。頑張っていきましょう。今日もね、もうね、12月も14日ですか。はい、そうですよ、どん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 寒くなってね。ねえ、うん、寒くなりましたね、急にね。もうこのままどん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 寒くなっていったら、来年の8月めっちゃ寒くなるんじゃないかな。そんなわけねえだろ。言ってますけどね。で、本当にね、あのマスクとかそのインフルエンザの対策しなきゃだろ。うがいとかね、手洗いとかね。言い切れる。え、言い切れる。いや、来年の8月また夏が来るって言い切れんの？言い切れるよ。いや、言い切れるよ。いやいや、そうです。急に寒くなり続ける現象起きないでしょ。その春が来てちょっと暖かくなって夏が来て暑くなる、こういうもう四季があるから、日本には。言い切れるから。まあ、じゃあいい。すいません、なんか変な空気になりました。ごめんなさいね。まあ、まずやってみましょう。なんか最近ハマってるものがありますか？陸上が好きでね。あ、陸上ね。陸上といったら 100m 走。まあまあ分かりやすいしね、面白いよね。どん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 記録が今縮まってってね。ボルトとかね、世界記録塗り替えて塗り替えて、すごいよ。このままでいったらさ、もう1秒切る日が来るんじゃないかな。そんなわけねえだろ。え、そんなわけないじゃん。言い切れんの？言い切れるよ。 100m1 秒切ったら多分音速超えて体燃えるからな、そんなもん。誰がそこまでして記録目指すんだよ、そんなもん。言い切れるよ。じゃあいいけど。何お前な、今日変よ。何？じゃあさ、俺の友達仕事でどんどん忙しくなって全然最近遊んでくれなくて、4年付き合った彼女も別れて、兄弟も結婚して家出てってさ、俺の周りどん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 人がいなくなってんのよ。このままでいったらさ、俺一人ぼっち。そんなわけねえだろ。俺が言ったろ。俺が言ったろ。おい、隣見てみろよ。言い切れる、言い切れるよ。本当、本当、本当の本当の本当、本当の本当の本当。ありがとう。すみません、なんか言うの間違えました。すみません。そういうことだったら今の言葉聞いて安心したわ。大丈夫よ。俺たちはコンビである前に親友なんだから。そうだよな。ガキの頃からずっと二人でやってきたんだろうが。これからもずっと一緒。心の友と書いて親友。信じ合える友と書いて親友。最も親しい人も親友。ありがとう。うん、嬉しいよ、めっちゃな。俺がな、一人で光の中歩くぐらいだったら、俺はお前と二人で闇の中歩くよ。闇？闇の中を二人で歩く。俺はな、そういうことだろ。ありがとうな。1たす1は5。え？そう、そうだろ。俺たち二人が一緒になったら2じゃないよ、もっともっとパワー出るだろ。そういうことだろ。一緒だからずっと。はい。な、お前が悲しい時な、お前が悲しい時は俺も悲しい。オッケー、分かった、分かった、分かった。もう分かったから。伝わった？伝わった。俺の気持ち伝わった？俺とお前は死ぬまで一緒ってことだよ。全然分かってないから。死んでも一緒。死んでもなお一緒。死んでも、もしも俺が先に死んでお前が悲しい思いしたら、お前が俺を食えな、取り込め、体の中に吸収して、ずっと一緒。逆もしかり、俺はお前を食う。そうだろ、わかるか言ってること。ちょっとわかんない。いいか、それでももしも、それでも寂しいなら、俺の骨をここにネックレスで作ってパカッと開けて俺の写真貼れな。そういうこと、約束。はいね、目見て。はい、約束よ、ね、約束しましたからね。それでももしもな、もしもそれでも寂しかったら、もっといい手あるから。あ、もう、うん、ありがとう、ありがとう。もう分かったから、分かったから、分かったから。何も分かってない。いいですか。世の中にはね、孤独がはびこってるんですよ。こいつが悪いんじゃないです。この世の中が悪いんですよ。もっとみんながね、一つにならなきゃ、コミュニケーション取らなきゃね、宇宙戦争が起きるんです、もうすぐ。その時にね、地球が一つになってなきゃね、宇宙に勝てないんですよ。待ちな。何？ちょっと喋って。待ちな。どっか行ってますで、一人でどっか何かやってたよ。もう俺喋ってるから。宇宙と戦うんだよ。宇宙と。これ待ちな。何？何？待ちな。何？待ちな。何？待ちな。何？落ち着こう。落ち着いてる。今全然違う話してたから。宇宙戦争の話してたから。ああ、ごめん。まだこんな機会もなかなかないから。うん。今日ライブ終わりちょっと珍しくちょっとコンビで。ちょっとあの知り合いと飲まないといけないから俺一人ぼっちかいい加減にしろ。